さあ、久々のロボ部。おう、みんな、もういい時間だぞ。まだやるのか。いや、やらないと間に合わないですか。そっか、ブラック起業家してたな、そういえば。くそくそ、沖手川の野郎、めちゃくちゃ嫌がって。何が理論上は間に合うはずだ。はぁ、あ、久々やな、高森。現実は理論じゃねえんだよ。予定通り全部進むわけじゃねえんだ。トラブル起こったり、調子悪い日とかあるだろ。えらそうに。結局自分が全部正しいってか、最適解か知らんがよ。またお前の言いなりか。出たよ。出た、高森の愚痴。言ったあのボットみたいにさ、最近垂れ流しっぱなしじゃない。みんなリプライしちゃダメだよ。高森のワンマンライブが始まるから。はあ、うるせえよ。なんか、からかいやってるうちはまだ大丈夫か。大丈夫かこれ。なあ、まあ雰囲気は悪くなってないんか。さくら君、無理して遅くまで残るなよ。はい、大丈夫です。楽しんで。家でゲームやってるのと同じなんで。同じなんかそれは。僕頑張ります。糸倉先輩が認めてくれたんですから。だから僕は全然やれ、まだまだやれるんです。なんか変なスイッチ押したかな。やる気スイッチ押しちゃったな。はい、車崎くん、相変わらずな大変な状況なのに文句ひと、あ、なんか車崎くんが一番溜め込んでそうで、なんか怖いな。ほんと偉いよ。少しいいか。差し入れだ。お、ちょうど腹減ってたんだ。何、お、何持ってきた。スタミナんだ。お前もかい、スタミナ。スタミナ、クソが。機械人間のお前と違って俺らオイルで動いてるわけじゃねえんだよ。んなもんで腹が膨れるか。確かにお腹減りましたね。よし、ここは外部指導員としてちょっと奮発してやるか。みんな、なあ、みんな、ちょっといいかな。ラーメンでも食いに行かないか。ご両親が夕飯準備してなければだけど。あ、ラーメン。お、立ち上がった。やった、僕は大丈夫です。遅くなるからご飯はいらないって言ってありますから。ねえ、もちろん怒りでしょうね。怒ったんで。当たり前だろ。なんか最近ゲームで稼いでるから当たり前だろ。ヤガミさん、ではお言葉に覚えて。お前も来んのかい。ごちそうになりましょう。なあ、なんか差し入れ買ってきたから。車崎くんはどうする。え、なんでそんなびっくりしてんの。僕は何。あ、行こうぜ車崎。夜は長えんだ。腹が減っちゃ戦できねえぜ。行こうぜ車崎くん。それじゃあ僕も行こう。よし、それじゃあ行こうか。みんな、なんかいい雰囲気なんかな、これはこれで。どうなんやろ。分からへんわ、もう。そう、いただきます。まあなんかなんかスポーツ漫画とかでようあるパンチの。あ、マスターや、あの仲介の。おう、かわいい。どうした、なんで泣いてんの。どうした、なんか久々音声やな。僕、中学の時ずっと桜くん友達いなくて。桜くん、こっちでご飯だっていつも一人で食べてたんです。琴子ちゃん、顔、マジで、マジでって。はい、一人で食べるのが惨めで便所飯をしようと思ったこともあるくらいです。なんか中学の時はでもなんか班になって食ってたけど。だから僕、伸びるぞ、おい。そしてみんなと桜くん伸びる面が、友達みたいにご飯が食べれて。伸びるって面が、ああ分かったから。食い終わった後にし。ああ友達みたいじゃないよ、車崎。友達だよ。高森、顔。いや、奥、車崎先輩。嬉しいです、僕。よかったね。やれやれ、ほら、ハンカチ、ラーメンがしょっぱくなるよ。琴子ちゃん、いい女やで。ええ子や。いくら先輩。おい、おい、お前、きたね。おい、きたねって言うな。お前、鼻かむな、鼻。鼻はかむな、人のハンカチ。ああ、それ、持って帰っていいから。ああ。ありがとうございます。お前、確信犯ちゃうやろな。おい。何がおもろい。ははは。みんな、また来ような。
起きてがくん何の顔やそれ。おお、まあよかったね、チームワークは最大みたいやわ。さあそろそろ準決勝かね。わ、またやら、なんだろこれ。高森、ブランピーノ B の機体の進歩状況は先日までのはずだが。はあ、ああ終わってねえよ、ちょっと手こずってて。何ならばそう報告してくれ。ちみんなピリピリしてきたな。起きてが、てか起きたか、お前大丈夫か。え、すごい顔してる、ほんまや。何やその顔お前。いや、なんかすげえやつれてない。いやもうやつれてるとかのレベルちゃうで。おう、そうですか。なあお前、この頃放課後ずっと部室にいるだろう、無理すんなよ。矢上さん、多少の無理でも通り替え台に勝てるならばしますとも。いいですか。お前ハゲても来てない、大丈夫か。それに山や木からと言います、優勝するまで俺の気は一切緩むことはありませんから。要するに矢上さん、気合ですよ、気合で乗り切れる。精神論言い出した。根性論あらしくないな、相当追い込まれてんぞ。んあ、どうした、車崎くんが楽しそうにしている、珍しいな、ほんまやな。うん、ふふ、なんか安心した、これまでずっと黙々と作業しているだけだったからな。なんかどうしたんやろ、なんかあったんか、ええこと。まあ いや、とりあえず起きてが。矢上さん、はい、練習試合に向かいましょう。ああ、お前休んでてもいいけど、疲れてそうだし。いえ、そうするわけにはいきません、この目で。はいはい、インプット、はい。ちょっと待ってな。死ぬぞお前。お前死ぬぞ。矢上さん、ああまあ、じゃあやっていきますわ。はい、じゃあ整えてからいきたいと思います。さあ練習試合も勝ったけど、もうこんな時間か。はあ、できてない本当に。じゃあこのデザイン画は何だ。どうしたん。あ、やけに凝ったデザインなら、こんな作業は頼んでないはずだが。まさかこれを書いてて遅れたのか。つい夢中になっちゃって。はあ、何をやってるんだ、お前らしくない。起きてがどうしたんだ。実は車崎がデザインに凝りすぎて終わるべき作業が進んでないそうなんです。車崎くんがそんなことを、珍しいな。一体どうしたんだ車崎、何や、どうしたんやほんまに。言われたことだけやってればいいのに。いや、そういうわけで、いや、なんかやりたくなったんか。僕が悪いんです。どうしたん、さくらくん。なんだ、さくらが。すいません、車崎先輩とロボットデザインについて話してたらすごく盛り上がっちゃって、僕が見たいって言ったから。違うよ、さくらくんは悪くないよ、やったのは僕だから。もしかしてこの前楽しそうに作業してたのもこれだったのか。とにかく二人とも納期は守ってくれ、こんな大切な時期に遊んでるみたいなことはやめてくれ。はい。あらら、まあなんか良くない雰囲気が。違うよ、違うんだ、遊んでたんじゃないよ。なんだ、何、趣味や遊びじゃないというならなぜこんなことをしたんだ。それは部長の作戦じゃ勝てない気がしたから。はあ、だったらかっこいいロボットなら勝てるというのか、アニメみたいなロボットなら10日トートリカ台に勝てると。喧嘩が始まる、どういうこと。車崎くん珍しいな。ごめん、車崎、大変な作業を頼んでるのは分かってるつもりだ、だがここは踏ん張りどころだ。なんか良くない方向を進んでる気がする。車崎くん珍しく楽しそうにしてたのにちょっとかわいそうだな。なんか不協和音が流れてきたね。もう死ぬやん。ん？起きてが、居眠りしてるのか、珍しいな。はい。部長最近ずっと徹夜続きだったんです。みんなの溢れた作業を一人で引き取ってるから。無理しすぎて体壊さなきゃいいけど、もう壊れてるやろ。勝ちたいねんな。なんかこういう姿見るとな。まずい。おい。どうした？
発注元から基板の納期が 大幅に遅れているようです。このままでは2つ目の機体を作ることができません。マジで？マジか、どうするんだ。おい、もう1体に絞るしかないんじゃないか。いや、いや、ダメだ。相手の戦略を絞り込む前に作成機体を1体に絞るのは危険だ。だったらどうするんだよ。てか、もっと前から用意してればいい話やったんじゃん。ギリギリまで粘る。最悪試合前日まで基板が届けばいい。おいおい、ギリギリって編み込みだって組み込みだって必要だし、プログラム対応も必要だし、デバッグだってあるし、無理だろ。グッ。なあ、起きてが諦めないか。俺だけは徹夜してでもやるよ。プログラムでも何でもだ。東京理科大だけには負けるわけいかないんだ。なんでそんなの。バカなの。ちょっとバカなの。まあそうなるよな。ちょっと起きてか、あんたバカになったの。現状取り得る最適解だ。もうな、説得力がゼロやねんけど、起きてか君。ちょっと、あんたの徹夜がちょっとは冷静になりなよ。これは糸倉さんが楽しいな。くそ、どうしたら。何の顔やお前。何か思う顔やったけど。あれ、俺飛ばしたか、気のせい、大丈夫。あ、じゃあ、あれ、あ、あ、もうあれトレーニングなってる。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、今何の時間や。じゃあトゥードゥ、トゥードゥじゃねえ、おお、でももう 80% か。ロボットコンテストに励んでいる。トゥードゥ何なん。あー、でも潜入続ける人しか書いてないな。あ、どうすんの。おん、ああ、一回離れたら進んだの。お前まだわからないのか。なんだこれは。あれ、勝手なことをするなと言ったろ。声色がなんか違うな。違う、これは。あ、どうした。どうしたんだ。わかんない、車崎がまた予定と違うことをしてたみたい。もう車崎くんの謀反が始まってんな。スケジュールがやばいことは分かってるだろう。それなのにまた変形だの合体だのアニメかぶれなことを。なあ、違う、アニメかぶれじゃない。これはそういうのは部活じゃなく勝手に趣味でやってくれ。頼むからスケジュール通り決められたことをやってくれよ。なんかもう余裕なくなってんな。まあ、高校生やしな。こっちは全て考えてプランを組んでるんだ。わ、爆発しそう、車崎くん。僕にだって考えはあるんだ。車崎くん、なんかしたいんかな。僕にだって考えがあるんだ。え、な、車崎爆発した。いや、その考えを言え。車崎が切れた。切れた。車崎くん、追いかけないと。おう、え、チェイス始まらんよな、まさか。チェイスじゃないよな。あ、違うかった、よかった。車崎くん。あ、八神さん。ちょっと話そうか。おう、大人の力借りよう、ここは。おう、珍しいな、君が怒るなんてね。あの、部長は正しいです。うん、ん、そう、車崎くんにも考えがあるって言ってたけど、なんなんやろ考えって。八神さん、ごめんなさい。うん、僕ロボット部やめようと思います。え、え、今、え、どうして。部長はいつも正しいのに、でも僕が説明下手でダメで、だから、あ、なんかしようとしてるんやろな。もう限界なんです。そうか、だけど結論を急ぐことはないよ。ゆっくり考えるといい。はいはい、もう考えてる時間も実際にはないやろうけど、こういうしかないよね。いやー、そっか、なんかでも車崎くんなりに考えがあるんやろうけど。車崎くん相当溜め込んでたみたいだな。結局彼の気持ちまで聞き出せなかったけど。部室に戻って報告するか。おう、じゃあ部室戻ろうか。さあ、お、
お。車崎が辞める顔マジっすか。おい顔起きてが。こんな大事な時に。ああ部長がピュアな車崎を叱るから。おいやめろ琴子ちゃん。琴子ちゃん高森もごもごしてる。お前設計はできたな。あれも一応あできんねや。え車崎は辞めると言ってるんだ。仕方あるまい。起きてが。今いるメンバーで何とかする。おい起きてが。おいおい高森がなんか一番説得しないんですか。なんか一番なんかあれな気するな。普通というかだったらもう戦略を切り替えるべきだ。おい。あんた本気。それが最適解だ。最適解よう言うな。最適解言い続けてこうなってるから気持ちを切り替えて続けよう。いない奴のことを考えても仕方がない。起きてが。なんかあんた見てるとイラつくわ。琴子ちゃんどこに行くつもりだ。帰る。おう。ちょっと待て。お前も抜ける気か。それは困る。起きてが。さくらはまだまだ未熟だ。話にならない。お前がいなければ決勝では勝てないんだぞ。さくらくん、さくらくん、飛び火した、飛び火した。あんた糸倉。いや、起きてがわくん。俺も位置抜けた。あれ高森みんな車崎に糸倉も抜けたんじゃもうダメだ。泥船だろ。一緒に沈没するのはごめんなんでね高森。食って。さくらくんはすごい顔してるけど。いやいやいや、まずいな、これは。うん、だいぶまずいよ。糸倉はまだ来ないかな。ちょっと話を聞いてみるか。いや、糸倉さんの気持ちわからんでもないけどね、でも。いや、これは沖手川くん悪いもん。まあ、琴子ちゃんおるとしたらここやと思ったけど。糸倉。糸倉。やっぱりここか。ああ、八神さん、糸倉さん突然戻ってきましたけど、ロボ部で何かあったんですか。ああ、ちょっとな。甘さ悪いんだけど、ちょっと席外してくれるか。ええ、構いませんけど。なあ。なあ、糸倉。戻らないから、ロボ部には。ああ、それでいい。え起きてがな。さっきのは良くない。まあな、今のあいつはお灸据えてやるぐらいがちょうどいい。まあ確かにね。うん、なんかあいつ見てるとイライラしてくれるんだよ。自分のこと完璧って思ってるでしょ。うん、思ってる。周りが自分に従えば全部うまくいくと思ってる。思ってるな。自分のこと以外何も見えてないんだよ。周りからそっぽ向かれて当然だって。でもなんかことこちゃんもそういうとこあったんじゃないの、その文化祭の件。そっぽ向かれて当然か。昔の自分みたい。うん、これちょっと聞いてみる。ああ自分勝手で自信過剰、そう、それで周りからそうつかんか、どっかで聞いたような話だな。ぐ、まあそらぐってなるよな。文化祭実行委員でのいところはお前一度痛い目に遭ってる。うん、だからこそ沖手川の気持ちもわかるんじゃないか。なあ、うん、なあ、いとくら、しばらく沖手川のことを遠くからでいいから見守ってやってくれよ。な。まあそうよ。言っとくけど。まあ何にしてもさ、私はすぐに戻る気ないから。まあないよね。一回落ちるところまで落ちたらいいんだよ、ああいうバカはさ。うん、自分にも帰ってくんぞそれ。琴子ちゃん、あこれすぐには戻ってくれそうにないな。うん、ああ、さくらくんまだ追ってくれたんや、よかった。うん、すみません。八神さん、糸倉は。ダメだ、戻る気がないってさ。そうですか。部長どうします、次の試合どうする。このメンバーで行くしかあるまい、もう時間がない。そうですよね、さくらくんもちょっとダメージをね。八神さん、八神さん、次の試合の準備は終わってます。いいところで声かけて。3人で行くん。じゃあまあ行くか。お、さくら、機体のメンテナンスは問題ないか。はい、多分大丈夫だと思います。3人だけの決勝戦か。なんだ
なんだ心もとないな。もう顔が死んでるけど。車崎先輩も、高森先輩もいないから。ああそうだな。だが今現状のメンバーでベストを尽くす他より他にない。はい。そうですね。2回戦ここは突破しないと話にならない。下手したらそのままロボ部が関西に解散なんてことに。負けるわけにはいかないな。そうやな。勝つしか北斎や。さあやろう。激サムギャグも出たところで久々やなこの演出見るの。いつも飛ばしてるから。行きます、あんまり無駄に動かすなよ、この辺出て解放。ここいいね、あー爆風もう一個。あー OK いいね。おー先制パンチはこらわせたんじゃないこれで。あとは任せたよ。おわ取られたか。あーどうしようかな。やられたな。オッケーいいよここ。あーでもなんか置き方があんまり美しくない。よし。おーどうしようかねこれ。あー形がなんかあんまりうまいこといかへんな。どう。あーかんか。ここあーあー進捗先セロ、先オッケーオッケー、いいよ。あーやばい、あーやばい、オッケー、おオッケータンはでかい、オッケータンはでかい、よし、オッケー、あーマジかよ、ちょっと待って、ちょっと待って、追い回されてる、オッケー危ねえ、あーまあギリオッケーだからよしとしよう、うわ20対19やんでも、だいぶギリギリやな、まあまあ左から攻めようか、ちょっと、右ちょっと制圧されかけてるけど。あどうしようこうしてあこうかなでこうあいいよこれはちょっといい感じじゃないか。ああどうしようドンオッケーこれで潰した邪魔邪魔邪魔あーよしオッケーあ来た勝つ勝つ勝つる勝つる勝つる勝ったオッケーあーおーよし勝った勝った勝った最高の気分だぜ。しゃーあーなんとか勝ったね。余裕とはいかへんけど、まあまあまあでもあギリ快進撃を続ける星稜ロボ部見事2回戦を突破決勝大会に出場だ。決勝大会なんか。よし、なんとかなった。やった。ここまで頑張ってくれてロボ部のみんなのおかげですね。ん？ん？あれ？動かない。何？動かへん。え？さくら。さくら、見てきてくれ。はい。は、はい。おっと、どうして焦るロボ部、勝利の後に不具合か？八神さん。八神さん、どうです？ああ。ダメだ。動かない。あかんわ。おやこれはどうしたことでしょう。故障のようですね。試合で頑張りすぎたのでしょうか。くっ危なかった。もし試合中に動かなくなってたら、絶望やったな。ああうんともすんとも動かない。でもチームワークと集中力は監視としています。さあ2人起きてが。どうだロボット動いたか。音声あるんや。そうか。決勝戦の準備の方は。やはり決定的に戦力不足です。もう声に元気がないな。不足もいない。それにプログラマーも。ひとくら先輩。さくらこうなったら掟川に一肌脱いでもらうしかないか。プライドの高い掟川が素直に謝ってくれればいいが。いたいた。おきて川くん、話があったの。どうしたん？顧問。アクト先生。何です？何？ロボ部、しばらく活動休止してもらうから。あれ？なんで？どういうことです？私、調べたのよ。あなたが地元の商店街にスポンサーしてもらってるって話。はいはい、その話。あれ、嘘だったんだね。
とっくにスポンサー料は打ち切られてるそうじゃない。おう、起きて川君。ロボ部の資金源って何なの？高校生がバイトで稼げる額じゃないよね。そうやな、100万以上でしょ。あれ、それは言われへんか。芥田先生も突き止めていたか。あのさ、これ見てくれる？どれ？あれは写真。写真？ユッターで見つけた。ああ、それな。偉人町で話題のひったくりロボット。警察の話では裏に半グレがいるんじゃないかって話。うん。神経品？同盟？なんかそんな名前の半グレが裏ルートで盗品を売りさばいてるんだってさ。神経品同盟な？あ？事件にいる半グレってやっぱり神経品同盟だったか。うん、で、こっからが本題。このロボットのボルト、見覚えない？あー、やっぱりそれな。あー。このボルト、あれでも起きてが知らん感じか。まずい。これ、うちが町工場からまとめて買い上げた特注のネジじゃない？ああ、何が言いたいんです？起手川君、そのキャビネットに入ってる設計図、あなたが横流ししてたんじゃない？言っちゃった。ああ、何よバカなこと。なあ芥田先生、そりゃいくらなんでも。お、あれ止められた。警察には言わない。私としても騒ぎにしたくないから。まあそうよな。ロボ部の活動をこれ以上認めるわけにはいかない。まあでも普通の反応っちゃ普通の反応よな。お、他の部員たちもなんか退部届出してきたし、ちょうどいいんじゃない？あ、退部届出したんや。退部届を、あいつらが。あ、出したんや。君に付き合いきれないって話だったよ。まあね。退部届出してくれるかな。ロボ部はそれで解散ってことにしましょう。まあ芥田先生がそんな悪いように映らへんよな。私もこの件は忘れるから。あ、あれ解散。沖手川、ここまで来たのにまた。またね、沖手川くん、大会で優勝したいって気持ちはわかる。でもダメなものはダメ。ましてや半グレなんて。なあ、あなたはまだ若い。まだやって、将来があるんだから。マジでやってんの？今回のことよく反省して真面目に行きなさい。マジで沖手川がやってたん？ あれいい？これは教育的措置なの。警察には言わないんだから感謝してほしいくらいよ。まあそうよな、普通に考えたら。責任問題になるからでしょ。あ、それ、まあ、それもあるよな。分かった風な口を。大人になればきっとわかる。今日のありがたさがね。まあそうよな。これ芥田先生が正しい気がする。部長。なあ。うん。まあなんかさくらくんの出す感情もわからんでもないけど。なんで、みんな頑張っていたのに、なんでこんなことに。さくらくん、悪いんだけど沖手川と二人きりにしてくれる？あれ、なんか喋る？はい。あれ、なんであぐら？沖手川。まあええけど。どう声をかけたものかな。そもそも本当に沖手川がひったくりロボットの事件の犯人なのか、まあ、それも気になるよな。やっちまったな。あ、これ聞く？お前は悪くないっつっても悪いっちゃ悪いからな。悪くなくはないよ。やっちまったな。むずー。何この選択肢。かける言葉ねー。なあ、ハングレット通じてなんだね。間違いないよな。俺は信じないぞ、そんなこと。あ？八神さん？信じてくれるんですか？俺を。あれ、でもやってないんか、これは。ああ。うん。俺が信じなかったら誰が信じるってんだよ。まあな。俺も信じてないもん。今。八神さん、ありがとうございます。お前死ぬんか？大丈夫か？なあ。
なあ、沖手川、スポンサーのとっくに降りてたってならどうしてたんだ、資金調達の手段、うん、話してくれないとことには弁護できないぞ。まあ弁護士やからな、一応、うん、父なんです。父、母と別れた父です。うちの親父 IT ベンチャーの CEO で、うん、金なら腐るほど持ってるんです。へえ、マジで。はあ、マジで。なるほどね。株式会社電脳コンプレックス CEO 沖手川善一郎、ネットで調べればすぐに出てきますよ。なるほどな。だったらどうして商店街が今もスポンサーだなんて嘘を。だって悔しいじゃないですか。ん？悔しい。そもそも俺がロボットコンテストの決勝に出られなかったのは親の勝手の都合なんですよ。まあなあ。それなのに大会に出るために父親にすがりつくなんて、ああちょっとかっこ悪いって思っちゃったんや。全くもって最適解じゃない。ひどい消去法ですよ。クックックック。ああ、そうか、だからあんな嘘。まあでも掟側の気持ち的にはそうか。あー、まあね。八神さん、俺はどうしたらいいんでしょう。俺は何を間違えたんでしょうか。まあ最初から間違ってはいたよ。掟側、みんなと俺に謝れ。親に謝れ、芥田先生に。いや、みんなと話せやろう。なんかここでふざける気になれん。みんなと話すんだ。みんなと。ああ、お前は部員たちと本当の意味で対話をしてこなかった。うん、そうやな。人と人っていう関係じゃなかったよな。お前の高い能力がそれを必要としてこなかったんだろう。だが、だからこそみんなの考えに耳を傾けるべきだった。ブレインストーミングもそういうことやったもんな。あそこでちょっと気づいたと思ってんけどな。考え。ああ、車崎の叫びを聞いただろ。僕にも考えがあるんだ。起きてが、今まで想像したことあったか。車崎くんや他のみんなにも耳を傾ける考えがあると。うん、それは、なかったと思います。それがお前に足りなかったことなのかもしれない。ロボット部のリーダーとしてな。俺は確かに間違えていたのかもしれない。決定的に話しに行こう、みんなと、うん、はい。なんか素直になったな。あれ、八神さん、話って。みんなと。あ、沖手川が君に話があるそうだ。うん。車崎、すまん。起きてが。車崎、頼む。お前の考えを聞かせてくれないか。起きてが。考え、うん。教えてやってくれないか。あの起きてが頭まで下げるんだ。な。あれ、なんか喋ってくれんの。車崎、お前が考えがあると言ったのは何のことなんだ。それはお前が描いていたかっこいいロボットのデザイン、あれと関係あるのか。うん、あのかっこいいデザインには意味があるのか、聞かせてくれるか。うん、かっこいいとは思っててんな。うまく説明できるかわからないけど。おお、安心しろ、俺は理解力がある。それに理解するよう努力する。それじゃあ、部長、東都理科大が取ってくる作戦は二通り考えられるって言ったよね。言ってたね。一つは徹底防御作戦。言ってた。こちらの攻撃に対し徹底的に防御を固め、うん、マイペースにピースを並べる作戦だ。はいはいはい。もう一つは効果力殲滅作戦。うん、圧倒的な火力で最初にこちらの機動力を奪い無力化した後、脅威の消えたフィールドで悠々とピースを並べていく作戦だ。俺やってたん、こっちなんかな。作戦で来るか、試合前日まで絞り込めないんだよね。うん、ああ。だから2つの機体の同時並行開発を進めてきたんだ。攻撃も防御も捨てスピードに特化した機体と、はい、防御を徹底的に固めた機体の2つだ。うん、でも
基盤の納品が間に合いそうにないって言ってた。言ってたの。その通りだ。だから結局俺の計画は崩壊しかけていたんだ。いやもう崩壊してたよ。僕が作ってたかっこいいロボットは二つで一つなんだ。どういうこと？だから基盤は一つでいいんだ。何を言うてんの？二つで一つ、うん、ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。おう、どういうことだ？変形するんだよ、モードが変わるんだ。だから二つで一つなんだ。何それ、とんでも技術なんじゃないの？そうか、そういうことか。まあどっちにも対応できるように変形するってこと？だから機動性重視のモードにチェンジするということだな。蚊帳の外やな、八神。作戦に応じて機体が変形すると。だから基盤は一つでいいっていうことか。そんなことが可能なのか。お前が言っちゃうやん。コンパクトな機体の上に取り外せる分厚い鎧をつけておけばいいんじゃない？ああ。そうか、パージか。脱ぎ捨てるんだな、鎧を。うん。なぜ気づかなかったんだ。そんな最適解があったなんて、俺はバカだ。分厚い鎧で防御を固めた機体を作り、お前入ってくのか。途中で脱ぎ捨てるってわけか。だがルールには違反しないのか。おそらく問題はないはずです。あ、そうなん？おそらくなんか。大会規則には事細かにルールが記載されています。あ、そうなんですが、変形をしてはいけないとは記載されていない。車崎の作戦はルールの穴をついているんです。穴なんだろうか。なるほど、ルールの穴か。ロボットコンテストではそういったルールの穴をついたアイデアは、ちょっと本編に絡めてくるの、歓迎される風潮すらありません。機体が変形するならば基盤も一つで済む、スケジュールも収まる。これはすごい清々しい顔してる。最適解だぞ、車崎。褒められて。やはりお前はロボ部になくてはならない人材だ。戻ってきてほしい。これ一人一人説得するやつ。 これからはお前の考えにも耳を傾けるから。分かった、僕も変形はやってみたかったから。車崎ありがとう。まあよかったけど。さて次は糸倉かな。八神さん、八神さん、この先は俺一人でやります。ん？大丈夫か？ええ。はい、俺に足りないものを教えていただきましたから、八神さんと車崎に。よかったよかった。部長、これから部員一人一人と向き合うつもりです。ロボット部の部長として禊は済ませてきます。ああ、そうするといい。糸倉なら禊県にいると思う。わかりました。では、頑張れよ、掟川。糸倉も高森も手強いぞ。ついに明かされるひったくりロボットの秘密、その事実はあまりに奇鬱なものだった。そして迎えた RE ロボットコンテスト決勝戦、予想外の展開が八神たちを襲う。ロボットへ青春を捧げた青年たちの物語はどこへ続くのか。次回ロストジャッジメントロボット部編終局、壊れないもの。さあ次回もサービス